久保さん。いやー、楽さを感じますよ。この前ですね、お客さんの中で、あのー、主婦、主婦で、えー、主婦もしな、主婦的なこともしながら働きも、共働きみたいな感じでね。まあそういうお客さんからご相談いただきまして、手取りが17万とか、6万とか。うん。で、まあいろいろとご相談いただきまして、 まあ、乗って相談やっぱねあのー、そのリアルの会社のリアルの会社の事情っていうのはあんまり僕最近聞かなかったんでまあその久保さんみたいなね一人でやってる人と絡む時間の方がまあ多い,多いのでまあお客さんの相談を受けるんですけどうーん,なんか久しぶりにあのまあね声を聞きながらこうお話ししたんですけど うんなんかね、思ったのがうん、その悩みってそこにいたら絶対解決しないなっていうのが感じましたね。もう一度言いますね。こう結構大事なんですけど、その悩みはそこの世界にいたら絶対解決しないなっていう悩みなんですよ。だから悩んでも解決できないんですよ。だからその悩みを解決するためには、 違う世界に行くしかないっていう <laughs>。だけど、まあ、結論言うと、あの、まあ、年も年なんで、年も年だし、だけど、正社員で働いてるんで、その正社員から、おい今、この年で辞めて、じゃあ、あの、バイトパートしてっていうところの、このな、なんだろうな、そういう話だったんですけど。んまあ、僕はね、あの、ね、ネットをやればいいのになっと思ってたんですけど、でも、なかなかね、 もう違う世界にも行けないというか、まあそこでまあご相談いただきましたけど、すげえ感じますね。うんそ、そこは。だから悩みを解決する方法って、ないんですよね。その場にいたら。例えば、例えばでしょ。例えば、わかりやすく言うならば、雨ですね。雨が降ってるじゃないですか。 わ今日も雨かっていう。まあ、これは悩みじゃないかもしれないですけど、今日も雨かって言って、うわ、雨か、みたいな。やる気出ねえなとか、だるいなとか、憂鬱だなみたいな。っていう雨が降ってる。じゃあ、その雨が降ってる状況の中で、雨を解決することってできないじゃないですか。なので、その現象に対してどう捉えるか、考え方を変えるかっていう、ことはできるんですよ。考えか、その現象は変えられないけど、考え方は変えられるんですね。 だけど、これ言、言い、換えるならば、現象は変えられないけど、考え方は変えられて、ポジティブに行けるかもしれないですけど、その現象は変えられないですよ。雨が降ってるという現象はね。つまり、雨が降ってる現象を変えたいんだったら、雨が降っていないところに行くしかないですよね。まあ、例えば、まあ、鹿児島で雨が降っていたとしても、北海道では雨が晴れの時ってあるじゃないですか。まあ、広島が晴れ。広島が雨。だけど、鹿児島は、 晴れっていうのありますよねだからその現象を変えたいんだったら移動すれば晴れの地域に行けるわけですよ。うん。だから現象を変えたいんだったらあの違う世界に行くしかなく、その、それしか方法ないと思うんですよね。なんか神様の力を持ってて、雨をやめって言ってね、やますことができるパワー感だったらちょっと別ですけど、現象は変えられないですよね。うん だからまあそこで悩んでいたのをやっぱ手取りを100万にすることは絶対できないだろうし。うん。だからまあそこ、そこの世界で頑張るんだったら考え方変えるしかないんだけど考え方いくら変えても現象変えられないんで <laughs>。でも考え方変えることは大事なんですよ。うん。だって現象変えられないんで考え方変えるしかないんで変えられ、だからその、 変えられるものと変えられないものが世の中にあって、変えられないものに直面した時に変えられるものを変えるしかない、考え方を変えるしかないってことなんですけど、ただし現象を変えられないっていうね、これね、卵が先か鶏が先かみたいな話みたいな感じなんですけど、うん、現象をもし変えたいんだったら、違う世界に行くしかないと、いうことですよ。いくら、うわ、雨降ったね、降ってるなぁと思って、思っても雨が止められないんで。まあ、そしたら、 松下幸之助さんのように雨が降ったら傘をさすみたいなね。<laughs> しょうがないみたいな。うん。で、考え方変えるとかね。素直に、素直にその状況に応じて変化していくってことですね。傘をさして、雨に濡れないように変化していくっていうね。なんか考え方を変えて、なんかその状況に対して乗り越えるしかないですよね。うん。ただね、 まあこれね、ユーチューバーのヒカルんも昔その真面目に話してる話で言ってたんですけど彼がその工場勤務してた時にそれに気づいたらしいんですね待てよとこれ工場でずっと働いてても俺絶対無理だなみたいな <laughs> だからそれを辞めたらしいんですけど工場勤務の,あ,の,働あ,のあれをね、うん、で今かあるわけですよ。もしその時にヒカルんがその時気づいていなければ、まあ、今の人生はないでしょうねずっと工場で働いてただろうし だヒカキンさんもそうだと思うんですけど、スーパーでずっとバイトしてたわけじゃないですか。で、スーパーでずっとバイトしてて、YouTube やってなかったら、今の人生ないじゃないですか。だから新しいことをやる、新しい世界に飛び込むっていうことをしない限り、新しいチャンスはないのかなっていうところですね。はい。いってらっしゃい。